こんにちは、タコです。本日は皆さんにね、お知らせがあるんですけれども、先日ね、あるガイズの有名な配信者さんからコラボのお誘いをいただいたんですけれども、その内容が、フルパのスクワットで、4人対4人で対決しましょう、みたいなね、ものなんですけれども、こちらのね、4人チームは、ちょっと自分からね、声をかけて、揃えてくださいってことになったんですけど、自分ね、誘える人がいないんですよ。まあ、いないってことはないですけど、まあね、いないので、よかったらね、この動画を見てる皆さん、僕とコラボしませんか？まあできればね、配信者さんの方がいいんですけど、よかったらね、コラボしましょう。お願いします。はい、エアータイムですね。僕とコラボしたいって方はね、ツイッターの DM にね、ぜひともご連絡いただくとありがたいですね。まあただし、一応配信者さんの方がいいとのことなので、場合によっては期待に添えないこともあると思いますが、ぜひね、私のツイッターの DM まで。ツイッターはね、この動画の概要欄にリンクが貼ってありますので、そこからね、飛んでいただくといいと思います。ぜひともね、よろしくお願いします。あ、やばい。集中よ、こういう時も。ベルトコンベア大好きマンなんで、ベルトコンベア使います。ね、ぼっちの私を助けてくれる方、ぜひともね、よろしくお願いします。はい、ブロパスね。まあ、先ほど言ったね、企画なんですけれども、まあ、特にね、募集要件というものはね、ないんですけれども、結構ね、お相手の4人が、お上手な方々なんですけれども、まあね、こちらはね、プレイに関しては特に問いません。私が引っ張ります。なので、お気軽にね、お声かけいただくとありがたいですね。さあ、バチバチやってる感じだけど、簡単なんだよな、パターンが。結構スポンジボブの子が掴んだらね、ちょっと頭使って乗りたい。この上乗りたがるよな、モサの方って。そのタイミングは難しい。よいしょ。こんな感じにね、乗れると、ちょっと嬉しいよね。あ、ちょっとなんですけど、乗っても意味ないんですけど。これは、あ、でも結構落ちる。割と殺伐としておるね。ぴょんぴょん。ジャンプだけじゃ乗りづらいんか。頭貸してくれる方募集します。スポンジボブ。やばいかもこれ。結局乗れず。さあ、まだ予選は続くかな。さあ、尻尾にっすね。ちょっとポール乗りしたいな。ここね。こっちむずいっすよね。一回ジャンプして。お、跳ねちゃうんすよね。ギリギリでダイブした方が乗りやすい。ちょっと練習しよう。ちょっと見せたいな、これは。それは勢いが強い。危ないよ。オッケーオッケーオッケー。さあ、もう一個いくよ。下手か？ちょっと三つ目乗りたいな。取られそうだけど。いやー、三つ目むずい。
なんちゅう遊び方してるんだって感じですけど、これ割と猛者の中では上等テクで、やばい、プチ振り返してくれ。 OK。 あとはまあ風があるからな、風に吹かれるとここの黄色のところが使えないんだよな。さあしっかり逃げてこう。ここはやばいかも。寝させてくれ。素晴らしい、ナイス。さあファイナル、リングの呪いですね。久々な気がする。9人かなファイナルは。危ないよ、しっかりねここを勝って勝ったらちょっとみんなちょっと僕とコラボしようみんな DM 送ろう、配信者の方。もう全然ね、あのガイズ、ホールガイズ大好きな人ならあれでもどなたでも大歓迎ですって人もね、頑張るんで私頑張る。スクワットなんでね、みんなで協力してだとあのお相手のチームって感じになるんですけど、楽しんでねやっていけたらなと思います。まずはねここで幸先よくね勝ちますよ。さあ早くも4人落ちて、あしっかりね生存タイルを見ていくことによって少なくなったタイルの時ね困らずにいけるんで。さあここからは結構集中しないとね。まあでも結構残ってるね。さああと2人。最近結構ねタイルの端を踏んで飛べないっていう時があったんですけど、やばいかも。 OK、 まだ飛べますね。さああと1人っすね。向こうでぬくぬくやってる感あるな。あ、こっちに来た。掴みに来たね、これは。違うんか。違うんか。さあ、こっからやね。そう。一応、まだいける。おお、ナイス。ということで、DM お待ちしてます。それでは、ありがとうございました。バイバイ。